アイテム番号 SCP-418JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、現在 SCP-418JP は東京都、区の、公園の公衆トイレ内に存在しています。SCP-418JP が転移した個室を含む公衆トイレを使用禁止とします。長期にわたり SCP-418JP を同一箇所で収容する場合は新たな公衆トイレを建設することで一般人による SCP-418JP の活性化を防いでください。通信機器を用いた実験を行う際、担当職員は SCP-418JP の転移を発生させないよう B クラス職員に指示を出してください。また、転移が発生した場合に備え各所の公園内に存在する公衆トイレを立ち入り禁止とし、実験後の SCP-418JP の確保を迅速に行えるよう人員を配置してください。説明、SCP-418JP は東京都に存在する公園の公衆トイレ内に出現する、油性ペンで記されたように見える文字列です。SCP-418JP は公衆トイレ内の使用可能な洋式トイレが存在する個室1個1にのみ出現します。なお、SCP-418JP への大きな損傷にや塗料による隠蔽、SCP-418JP が存在する個室や便器の破壊は SCP-418JP の転移をもたらします。SCP-418JP は個室に入り扉を閉じて用を足している人物。以下、対象。とする。が存在する場合に活性化します。SCP-418JP は乱雑な書体で、右を見ろ、下を見ろ、のように命令文の形をとり、対象から見やすい位置の壁面や床面に出現します。対象が出現した SCP-418JP の指示に従った場合、SCP-418JP が対象の目の前の壁面や床面へと即座に移動し新たな指示を出します。数回の指示の後、SCP-418JP は、下を見るな、水を流すな、等といった禁止文を提示します。対象が禁止された動作を行った場合、対象は個室から消失し代わりに身元不明の死体が出現します。その後 SCP-418JP は東京都内の別の公衆トイレの個室内に転移します。命令文に従わない。または禁止文中の動作を行わずに個室内から退去すると SCP-418JP は不活性状態になります。その際 SCP-418JP が個室から転移することはありません。SCP-418JP は199年、都内の公園の公衆トイレで複数の変死体が発見されたこと、及び局所的に流行していた。見るたびに内容が変わるトイレの落書き。の噂によってその存在が財団に認識されました。以下の会話記録は SCP-418JP の性質を詳しく調べるために行われた実験のものです。なお、実験現場には一人の財団職員が立ち会い、都内の各公園には転移後の SCP-418JP の捕捉を容易にするために清掃員に扮した職員が配置されました。実験記録 418JP1/1990年月13日。対象 B418JP 1/20代女性。インタビュアー東雲研究員付記 B418JP 1は頭部に小型のビデオカメラとマイクを装着しています。録音開始。東雲研究員、聞こえていますか？ B418JP1 聞こえる。しかしなんだここは。せっかく外に出れたと思ったら便所に連れてこられるなんて。東雲研究員、死後は慎んでください。 B418JP1 指定されている個室に入りようを足してください。 B418JP1 はあ、うんこしろってのか？東雲研究員、これは実験です。 B418JP1 指示に従ってください。 B418JP1 はいはい、わかりましたよ。でもすぐうんこが出るとは思えないけどな。 B418JP1 が個室に入り鍵を閉める。
その後に便器の蓋を開ける音が聞こえる。B418JP1 が便座に座る。東雲研究員 B418JP1 何か周囲に変なものはないですか？ B418JP1 変なもの特にはないぞ。切ったね、落書きと壁のシミ、あとゴミ箱があるぐらいで。っていいか、カメラがついてるんだからそっちにも見えてるだろ。東雲研究員 A、見えていますよ。落書きには何と書かれていますか？ B418JP1 左を見ろだってさ。東雲研究員 B418JP1 文章に従って左の壁を見てください。これは実験です。 B418JP1 はいはい、カメラが左の壁面を映す、文字列が確認できる。ってなんだこれ、さっきまでこんなのなかっただろ。下を見ろ、カメラが下を向く、文字列が確認できる。うわ、なんなんだよこいつ、ただの落書きじゃないぞ、これ従わなきゃいけないのか。東雲研究員、しばらくの間従ってください。 B418JP1 クソ、ろくなもんじゃない。以降12回の SCP-418JP による指示が出され、 B418JP1 はその指示に従う。SCP-418JP による指示が開始されてから7分が経過。東雲研究員、指示文に何か変化はありましたか？ B-418JP-1 は、紙を引き出せ、という指示を実行している。B-418JP-1、特には、引き出された紙に文字が出現しているのが確認できる。内容は文体の乱れにより映像からは読み取れず。B-418JP-1、沈黙。東雲研究員 B-418JP1 B-418JP1 便座から立ち上がり、紙を便器内へと捨てると、個室の鍵を開け急いだ様子で外に出る。東雲研究員 B-418JP1 指示が出るまで個室からは出るなと。 B-418JP1 喋るな。東雲研究員 B B-418JP1 見えてたんだろ、あの文章喋るなって書いてあったんだ、だから指示に従って。でも喋んなかったら何もわかんないだろ、どうすりゃいいかわかんなくて、あと正直怖くて喋ったらやばいと思って外に出た、それだけ。東雲研究員、なるほど、わかりました。では D-418JP1 個室内でもう一度落書きがあるか確認してください。鍵はかけないで。 B-418JP1 わかった、う、こわ、再び B-418JP1 は個室に入る。 B-418JP1 あたりを見回す動作の後、カメラが下を向く、足元に先ほどまで存在しなかった文字列が確認できる。クソが。東雲研究員、何と書かれていますか？ B-418JP1 おお、間抜けだとよ、他には何もない。東雲研究員、わかりました。これで実験を終了します。録音終了。終了報告書。禁止の命令を守った場合は生還することが可能です。また、その場合 SCP-418JP が転移を行うこともないようです。禁止文が、喋り、について言及されていることから、SCP-418JP は個室内の対象の状態を察知しているものと考えられます。実験記録 418JP3-1990 年月15日。対象 B-418JP3-30 代女性。インタビュアー東雲研究員、吹き B-418JP3 の頭部に小型のビデオカメラとマイクを装着させています。録音開始。東雲研究員、聞こえていますか？ B-418JP3。B-418JP3、はいはい、バッチシ聞こえてますよ。東雲研究員、なるべく返答は簡潔に行ってください。では D。418JP3、指定されている個室に入り用を足してください。B、
418JP3、わかりました。う、お腹がゴロゴロする。B、418JP3が個室に入り鍵を閉める音。B、418JP3、よいしょ。5秒間の沈黙の後に B、418JP3のうなり声と水音が15秒間続く。カメラは D、418JP3の正面の壁を映している。B、418JP3、うん、カメラが B、418JP3の足元の床を映す。SCP-418JP が確認できる。東雲研究員、どうしましたか？ B、418JP3、んとね、床に何か書いてある。落書きかな？右を見ろ。だって、見えてる？東雲研究員、こちらでも確認できています。それでは床に書かれた文字に従ってください。B、418JP3、わかりました。カメラが B、418JP3の右側の壁を映す、上を見ろ、と書かれた文章が確認できる。引き続き B、418JP3は指示に従う。個室の天井に文章が書かれていることがわかるが、非常に文字が薄く映像からは文章を読み取ることができない。東雲研究員、B、418JP3、天井に何が書かれているかわかりますか？ B、418JP3、うん、ちょっと待って、薄くて見えないな。B、418JP3 が便座から立ち上がる。A と、B、418JP3、え？東雲研究員、何と書かれていますか？ B、418JP3、便器を見るな。だって、あと、なんだろう。これだけなんか別なもので書かれてるみたい。指、かな？東雲研究員、B、418JP3、便器の中のものを確認してください。B、418JP3、え、でもさっき指示に従えって。東雲研究員、こちらの指示に従ってください。B、418JP3、はーい。B、418JP3が振り返る。便器内には何も入っていない。B、418JP3、なんだ、何もないじゃない。嫌な落書きだな。先生、もう出てもいいよね。なんかこのトイレ、気味が悪いよ。東雲研究員、B、418JP3、さっき用を足したんですよね。ちゃんと出たんですか？ B、418JP3、あ、そういえ、突如として映像記録が途切れる。以下音声のみ、い、あ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 。東雲研究員、B、418JP3、何が起きたのか報告してください。B、418JP3、先生、助けで、タズで、何がいる、た、足つかまれ、痛い、鼻、歯ばし、鼻じて、キラ、嫌だっちぬ、首、先生、全、あ、悲鳴。流水音の後20秒間の沈黙。東雲研究員、B、418JP3、応答してください。通信が途絶える。東雲研究員、B、418JP3 との通信が途絶えました。これより現地にて D、418JP3 が入った個室の確認。都内の公園内での SCP-418JP の捜索を行います。録音終了。終了報告書。確認の結果。B、418JP3 が入った個室の便器内で風化した女性の死体が発見されました。検視の結果。死体は B、418JP3 ではなく40代の日本人女性であることが明らかになりました。この女性の身元は現在まで判明していません。なお、実験後 SCP-418JP は現在の東京都、区の公園で確保されました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。